この動画は、ガンダムゲーの最高峰はターゲットインサイトだと信じてやまない投稿者が、実況者仲間のくにくにさんからいただいたこのゲームをプレイするものです。つまり一戦もこのゲームに出してないってことだな。毎度ありがとうございます。まずはポリシーを読んで実況していいのかどうか確認しましょうね。おそらくきっと大丈夫。本当にちゃんと読んだか？プレイヤー名は、ちょうど手元にあった綿棒にしましょう。名付けが適当すぎる。金魚の名付けかよ。金魚に名付けなんてしないだろ。ログインして見渡すとそこはオーシャンビュー。どこが？歩いてたらベアッガイに引き止められました。初心者の振る舞いを教えてもらった後に、初心者に声かけてくる人に出会いました。チュートリアルワールドにいるありがたい人みたいだな。そしたら流れでチュートリアルが始まりました。このゲーム使う気多すぎないか？キーボード向けには設計されてない感じがしたな。お次はこのゲームの醍醐味、カスタマイズ。時期をカスタマイズして自分好みの機体を作ります。とりあえずチュートリアルで腕だけザクになりました。嘘つけ、絶対ツイッターで晒し上げるぞ。悪いインターネットに染まってますね。チュートリアル終わり、早速カスタマイズしてくるぜ。大体ガンダムだな。そうかな。そうかも、最近水星の魔女見返してたのでそれが使えるの結構楽しみです。ほなミッション行きましょか。綿棒、基本的にはガンダム、行きます。と言ってもまずはミッションのチュートリアルから、例えば攻撃をし続けてコンボをつなげるとか、コンボをつなげると何かいいことあるんですか？山崎パンの皿のシールの必要量が半分で済みます。マジでいらねえ。敵がこけたところにすかさず格闘。このゲーム CC がすっごいしやすいので快適に敵を倒せます。そんなこんなで中ボスが出現。すっごい強そう。射撃でスタンさせて終わらせました。行動素材が強すぎる。中ボスを倒したので次のマップへ、今回もマシンガンでスタン加えて何もさせません。これダメじゃね？でも敵は複数体だからよ横槍を入れてくるし、マガジンの CT が結構長いから永遠にできるわけではないんだな。しかし私にはガンビットがある。無法やっぱゲロビが最強。なんやかんやで瀕死のプレイヤーを救出しました。うっせぇ仲間は黙ってろ。悪いインターネットに染まってますね。その後このミッションのラスボスであるデカガンダムを倒すことに。デカすぎだろ。でも大丈夫、こっちにはガンビットがあるから。すげー信頼。全然体力減ってないが。一応ラスボスですからね。みんなも攻撃して、ガンビット展開して。ガンビットに何求めてんの？このゲームにデータストームの概念ないんすよ。と言っても所詮は最初のボス、実質ブンブンと同じ、そんなに強い攻撃もしてきませんでした。ガッツリ食らってんじゃん。でかければ勝てるとでも思ったか、バカ。弱点攻撃したからひるんだぞ。ガンダム、第一に伏せる。オラ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 。めっちゃ体力削れた。さすが近接攻撃。でも最後は射撃でフィニッシュです。その後クランを結成することになったので、クラン名を綿棒入れにしておきました。ちょっと適当すぎんか。では今手に入れたパーツで機体を組み立ててきます。よし。ガンダム要素ないじゃん。いや、ボディはターン A ガンダムだから。顔がどう見てもガンダムじゃないんよ。どっちかというとボトムズなんよ。ほな次のミッション行きましょうか。綿棒、基礎部分はガンダム、行きます。今回のミッションはエース機の殲滅。今回もあまたの武装ではめてやるぜ。陰湿すぎて草生える。しかも今回は結構武装を積んできましたよ。例えば、月光町である。月光町とかね。今のが、どう見ても腹部からマシンガン撃ったようにしか見えないんだが。これはゲームだからね。性能はマイルドになってるよ。あと顔面からミサイルを発射できます。月光町よりこっちの方が強いじゃん。複数の敵をロックオンできて最高。さらにバックパックは太陽炉を採用。トランザムを発動できます。この状態だと移動速度なんかが上昇。トランザムしながら月光町を放つ夢の共演ができちゃう。月光町がしょぼいんよ。そんなこんなで今回のラスボス、ハシュマルさんです。誰か荒屋敷持ってきて。今回はポスト荒屋敷のトランザムがあるから大丈夫。さらに顔面からのミサイルも。あーと月光町もね。弱すぎて忘れてたんじゃないか。頑張れトランザム、イケイケ月光町。ちなみに、
本当の月光町はこれですよね。撮影時はさっきの本気で月光町だと思ってましたが、腹部ビームキャノンってしっかり表示してありました。やっぱりマシンガンだったじゃん。この場をお借りして深くお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。もっと腰を下げろ。マジすんませんした。これでも結構頭下げてると思うんですけどね。飛び出し絵本かな。また組み立ててきたぜ。また顔に何かついてますね。今回はガトリング砲を顔にセットしてきました。なんで毎回顔なの。あと両肩にボールのマニピュレーターを装備、近接戦闘もいけます。それじゃ次のミッション行ってみよう。綿棒、8割ガンダム、一気回す。今回のミッションはこの SSD の防衛 HLV ですね。 Solid State Drive ではないです。今回はガトリングガンを装備してますんでね。くらえ、忠義の嵐。銃口どうなってんの。空間の歪みが発生している。あとポーズが絶妙にダサい。どう見てもうんこ座りじゃん。これはガトリングの設置位置が悪いだけだからね。しかしなかなかどうして。結構使いやすい。まず CT が短いので使い回しが良く、ガトリング形式だからコンボも稼ぎやすい。あとトリガーハッピーだから思考。結局これなんだよな。シャザクもうんちガトリングで空撮です。変な名前をつけるな。無事防衛終了。次は敵の殲滅です。でも大体ガトリングでなんとかなりました。次のステージはボスの討伐。ガンダムエイジ3じゃん。こいつ最終的に不殺の戦いしてくるから攻撃してこないんじゃね。なんなら米ガンと共闘してるし。頼むぞ原作記述ですよね。オラオラオラ。最後はビームサーベル投擲でフィニッシュです。さっきのミッションでガトリングが強いことが判明したので、もうちょっと増やしてきます。最強。とりあえず増やせばいい。理論さん、両腕に2問ずつ、足に1問ずつ、腹部に2問装備してきました。すんげー化石祭。このゲームにそんな概念は存在しない。綿棒、フルアーマーユニコーンガンダムの親戚、一気回す。こんだけガトリングキャノンを持っておけば問題ないだろ。今回はすべてのスキルスロットにダブルガトリングガンを装備してきました。でダブルガトリングガンの CT は短め。つまり永遠にダブガトを打ち続けられる永久機構。一生スタンさせるスタンゲーの始まりだ。これの何が面白いの。こんなの実質クッキークリッカーじゃん。たとえ中ボスだろうとこの弾幕の前には行動不能。ボタン連打ゲー最高。ちな今回はツインブレード持ってきてまして、まずは前方に向けて突進攻撃が可能。さらに頭の上でブンブン振り回すことで近づいてきた敵に連続して攻撃が可能。これで近距離戦もカバーできるようになっています。もちろん離れたらガトリングガンの巣穴になってもらいます。遠距離対応しててくさ。格闘はガトリングガンと違ってただ長押ししてるだけなので操作も簡単。あとボディはユニダムなので NTD も発動可能。これで機体性能を向上させることができます。ダブルオーライザーをめった出し、キュリオスも換気のお手伝いをします。なんかマッチングミスで上位ランカーと PVP することになりましたが、ガトンの前ではただの一般モグ。それ強すぎないか。最後はツインブレードでフィニッシュです。ちなみに物語的には綿棒が発動条件不明の覚醒が使えたから上位ランカーを借りたということになっています。ゲーム転生タイプのナロー系かよ。ではちょっと機体を改造してきます。大体ガンダムだな。どう見てもズゴックだろ。綿棒、節々からガンダムの系譜を感じる機体、一気回す。今回は使い捨てのシツルムファウストを限界まで装備してきました。同じ武装積みまくるの好きだな。このシツルムファウストは爆発武器で威力も高いんですが、再使用までの CT が長め。使い捨てとはスタンではなく点灯を狙えるので、その間にキルなりキルなり何でもできちゃうわけです。つまりこんな連射する武器じゃないってこと。もう全部 CT 入っててくさ。シツルムファウストは両方容量を守って正しくぶっ破しましょう。全部装置にしちゃったのでこれ以外のスキル持ってないんですよね。偏りがすごい。だから今回は射撃と格闘メインでいきます。あ、でも一応バーチェのバックパックを積んできてるのでね。バーチェ、
目標を破壊する。 GN キャノンも発射可能ですよ。敵貫通能力積むよ。あとは質をぶちまけて勝利です。両方容量3。次も大体同じだったのでカット。なんか質は私の戦闘スタイルとあんまりマッチしませんね。一応ラスボスとも対面しましたが、横転しないから質の特徴が半減してしまいます。ラスボスが簡単に転倒したらそれこそダメでしょ。やっぱり格闘ブンブンが一番楽しい。最後は質でフィニッシュです。やっぱり使い捨てだけあって威力も高かったな。やっぱりなんか違うのでもう一回組み立ててきます。むっちゃミサイルつけてみた。サムネイルかな。綿棒、ミサイルが本体ガンダム、一気回す。今回は全身にミサイルをくっつけてきたわけなんですが、ポイントはこれを一斉に発射できるところ、こんな感じにね。一気に敵のパーツが吹っ飛んだ。ミサイルがマルチロックオンで、8門同時発射されるわけです。最強かな？しかしもちろんデメリットもあるわけでして、CT がドン引きするくらい長いんですよ。どれくらい長いかというと、およそリアルタイムで2分半、ありえないくらい長いな。その分強力なスキルになっているので、使いどころさんが大切になってくるわけですね。ミサイル強すぎて胴体だけになってんじゃん。こういう一撃必殺系はロマンがあっていいんですが、さすがに再使用可能時間が長すぎるのでこれも考えものです。ガンガン使わないともったいないけど使わないと必要な時に使えないジレンマ、あると思います。この試合もラスボスが来るかもと思って温存してたら結局小銭最後使わずに終わったしな。考える必要がある武器は弱いですね。発言が大体アホなんだよな。ってことでまたまた機体を改造してきます。ガンダムのフェイス ID ならロック解除できるな。顔以外全部ガンダム要素ないじゃん。綿棒、細目で見たらガンダム、一気回す。今回は全身にファンネルを装着してきました。黄色い筒状のやつか。このファンネルは今までのスキルと違ってこっちのエクストラスキルとして使用します。こっちのエクストラスキルはクールタイムが存在しない代わりに敵に攻撃したりした時に溜まるこのゲージを消費して発動できるスキルになっています。ちなみに全身にファンネルを装着してきたせいでファンネル発動に必要なゲージ量は8となっています。ちょっとゲージの消費量激しすぎやしませんか。おかげで全然ファンネルの展開ができません。大欠陥じゃん。ただ終盤になるとこのゲージが溜まっているんですね。逆に終盤にならないと使えないって方が怖いが、展開してしまえばこっちのもの中に入ったシャアが敵を殲滅してくれます。ガンダムさんじゃねえか。ファンネルは展開後空中に飛び敵に対してオートで攻撃してくれます。つまり何もしなくても敵をスタンできるわけですね。さすが8ゲージも消費するだけあるな。あとはお好きな攻撃方法でクリックすれば勝手に敵が壊れていきます。なおその後ラスボスが出てきた模様。ファンネル展開するタイミング間違えたね。またゲージ貯めるの無理だよ。でも最終的に倒せたので OK です。今さら気づいたんですが、どうやらパーツは購入できるみたい。胴体とか腕とか、そういう定のパーツは最低グレードのものしか販売していませんが、ミサイルとかマシンガンのパーツはグレードというものが存在しないので気にせず使用できます。じゃけん一旦全部買いましょうね。じゃちょっと暗く見立ててきます。まあ大体ガンダムだな。なんだそのボディ。綿棒、パッと見ガンダム、一気回す。今回は近接戦闘特化武装を持ってきました。まずはロケットアンカーで敵を近くに持ってきて、その後ツインブレードなりサイサリスク袖かシールドで殴るなりインファイトを持ち込みます。格闘戦は射撃戦と違って派手なエフェクトを間近で見れるから好き。で今回はアートバフも持ってきました。これはさっきのファンネルと同じエクストラスキルなんですが、
必要なゲージ量はたったの3。安い。さっきのファンネルが高すぎただけだからな。さらにサイサリスのクソデカシールド攻撃は敵を転倒させる効果もあり、質と大体同じだな。ただ近接戦闘なので CT が質と比べられないほど短くなっております。かつインブレードが強すぎるんだよね。長押しだけで攻撃できて操作も楽ちんだしな。あと左手に持ってきたチェーンマインが敵を寄せつける能力があるからそれを組み込めば最高。チェーンマインは格闘武器なのか？さらに射撃武器も抜かりなく、個人的に強いと思っている照射ビーム兵器を両腕に持ってきました。この武器はマガジン消費が激しいですが敵を貫通して攻撃できるので可能性は無限大。DPS も結構高いので私のお気に入り武器です。でもやっぱり格闘なんだな。最後はね、クソデカ盾パーンチ。また組み立ててきたぜ。またガトリングガンつけまくってる。綿棒、ガンダムの親戚、一気回す。今回はローゼンズールをベースにガトリングキャノンを装備。この装備は実はとても合理的で、ローゼンズールはエクストラスキルでインコムを発射できるんですが、皆さんご存知ローゼンズールのインコムはて、このインコム使用時は射撃武器、格闘武器ともに使用不可になります。つまりスキルに頼るしかないわけだな。スキルだけでやりくりしなきゃいけないということは、できるだけ CT が短いスキルで固めないといけません。スキル再発動に2分半も待ってられません。あれはお前の組み立てが悪いだけだろ。両手を使わず CT も短く使い回し、つまりガトリングガンというわけですね。ロック入り身。インコムを射出してオートで攻撃できる状態にしておいてこっちではガトリングを撃ちまくる。合理的。そうかな。そうかも。さらに今回はサイコジャマーも装備。これは敵を行動不能にするスキルです。ガチの行動阻害じゃん。非ダメージでヒルム CC は一瞬ですが、サイコジャマーは長時間継続的に行動不能にするのでとっても強い。あとは弱ったところをぐるぐるサーベ。なんか今回敵強くないか？今回難易度をハードコアにしたから敵が強いんだと思います。これが今までやってきたスタンダードで、こっちがハードコア。推奨パーツのレベルが全然違うぞ。敵が硬すぎて全然倒れないのに非ダメージはありえないくらい高い高難易度コンテンツになっています。そもそもパーツのレベル全然足りてないだろ。なのでサイコジャマーでそもそも攻撃を無効化して一方的に攻撃する必要があったわけですね。サイコジャマーは見たところ範囲攻撃。ファンネル展開内の敵すべての行動を封じることができます。なんじゃそのチート武器。これを駆使すればなんとかハードコアの敵も倒せるのではないでしょうか。という夢を見たのさ。さすがハードコアは強いな。ただこのゲームはゲームオーバーになってもそれまでに獲得したパーツはゲットできる優しい仕様。このハードコアの戦闘で強いパーツが手に入ればそれで良いと考えることもできます。ということでこのミッションのラスボスさんです。ボスでもサイコジャマーで動きを止めればただの作業。ボスがスタンするわけないよね。ですよね。いやその上空からゲロビ発射するの強すぎないか。回避不能なんだが。その機体の足が遅いだけ定期。だったらできるだけ移動速度が速くなる機体作ってきてやんよ。作ってきたよ。また全身にミサイル持ってきてる。これなら絶対に回避できる。くらえ。フルハッチオープン。あ、全然ダメージ通ってないわ。そりゃボスですからね。ただここで意外な収穫。ボスにはチェーンマインがとても効く。というのもボスはたまに各所に弱点が出てきてそれを攻撃するとこうやって地面に伏せるんですが、チェーンマインは攻撃範囲が広いから1回で複数の弱点を攻撃できて効率的にボスをこけさせることができるんですよ。こけた敵は無防備。どんな攻撃もヒットするのでこの間にビームサーベルを叩きつけまくります。ボスの体力の減りがすごいんだわ。これが対ボス戦のメイン戦術になるのかなと。つか今回の MVP はどう見てもチェーンマインだな。雑魚敵集めからボスの弱点攻撃までどこでも活躍できる万能武器さん。おいハードコアじゃなかったんかい。ということで今回はここまで。カスタマイズが無限大すぎるガンダムゲームでした。これマジ？改めまして国毛さんありがとうございました。若干キモい訳し方だな。それではまた次回お会いしましょう。これはガンダムゲーというかガンプラゲーだな。